お疲れ様です10月11日誕生日になりましたライブ放送も6時には終わるようにしてるんですよねで今日はね、うん、速果塾ですねやっぱり今日速果塾をテーマに話さなきゃいけないかなと思いました、まあ、吉谷さんは40になったばかりでもうすでにネット関係の経験があって実績もあって、ね、所属していた会社も筋の通ったほうだったっていうふうなねお土産がたくさんある状態で40入ったじゃないですか 私そういうの全くなかったばかりかビハインドばっかりだったですよね会っちゃいけないものが結構あったのに40になっちゃったみたいなね大きな負債とそれから義務や責任をねなんか抱えたままここに来ちゃったのかなと思いますよね、うん、いやでもねだからこそ40になったからこそこれをはねのけていかないともう先がないなっていうのはほんとその通りであの時に小さなきっかけで あのネオフィリズ塾入ってなかったらもしくはそのそばを食べに行くためにヘリコプターに乗っていく夜空翼の映像を見なかったら100万円ぐらいすぐなくしちゃいますよみたいなね映像を見てクソこんなやつがいるんだ俺にもなれるかなみたいなね反感を持つよりもそいつの手下になるみたいな感じですけどねうんでその時から入ってあの時に良かったなと思いました世の中は一発で逆転できるね バブルブームみたいな感じで浮かれてましたけどもいや待てよとこのバブルの裏には結局お金に選ばれる人間としての生き方が圧倒的に違うんだろうなと思って覚悟をしたのもやっぱり同時に起きた感情なんですよ覚悟っすよねそこはダメかもしれないけどやってみるかって感じですよねで多分あの時にやっておけばよかったっていうふうにあの時やっていなかったら今思ってるんですよいや俺もあの時ね気づいてたんだけどね ちょっと忙しくてできなかったよね。いや、でもね、忙しくったってやるからこそ突破できたのかもしれませんよね。限られた時間の中で、いや、今の時間を1分1秒無駄にしたらもう戻ってこねえぞ、みたいなね。え、だってあと3時間後には出勤じゃん、みたいな、ね。それから体の疲労のバランスを取りながら、健康を壊したら元も子もないと。集中力も落ち,落ちるし、行動力もなくなってくるんで、やりながらでもやらないときね、作らないといけないかな。 本当に、そう思ったらあの時によくやったな俺みたいな感じです。で今日ねちょっと言葉を残すとしたらあの時にやっておけばよかったって思ってタイミングを逃した人まさに今が第2のタイミングなんですよ。あの時にやっておけばよかったって思った時が第2のタイミングね。あの時にやっておけばよかっただけども今もやらないぞってなるとまたいつかねあの時にやっておけばよかったって思った時にやっておけばよかったっていう風なループに入るんですよ。 このままではずっとこのままなんですよ。そうでしょう。私は40から。やっぱり今は振り返ってもよく40からやったなと思いますよ、うん。過去の自分を褒めてあげたいですよ。感謝したいですよ。恩返ししたいですよ。今はそして50になりますよね。多分60になった時に、いや、50のお前よくやったなと自分自身に言えるような、そんな第一歩を記したいと思いますね。とりあえず40代は、 それまでの人生の負債を全部お返しして、有り余る貯金までできました。将来の夢や希望も実現できそうな範囲で見えてきましたね。だからこそ、これから新しい10年を迎えるときに、どんな60歳になろうかなってことを考えながら、10年がかりでその60歳をね、目指していこうかと思いますね。10年がかりで取り組めば、そこそこできるでしょ、それは。ね、過去の負債を返してるわけでもなく、これから、 未来の先取りをししよようとしているわけなんですよ、まあ、そこには慎重さと大胆さも当然求められてきますけどもねまあけど40でやりきれた私なんでねそして一歩もその歩みを止めなかった10年間だったんでこれからもまあやっていけるんじゃないかなと思いますそっか塾本当にありがとうそっか塾に一番弟子として生徒として塾生として 真摯に向きき合っっってたたのはやっぱり私だったんじゃなないかなと思うんですね億万長者合宿誰が億万長者になったのって講師だけだったみたいなね <laughs> そんなところにいてますけどもねこれからも抱える限りの弟子をね抱えて引っ張っていこうかと思いますいってらっしゃい